エトルフ型解剖艦は日本海軍が第二次世界大戦において運用した解剖艦である。占い守る型解剖艦を原型とし南方航路の戦団護衛に用いられた。計画名は占い守る型と同じく公型であり、官邸類別等級別表における公式類別上は占い守る型に属するが、基本計画番号は E19 と異なる。 1943年から1944年にかけて同慶艦14隻が収益している。太平洋戦争の海戦を睨み、日本は初戦で占領予定の南方地域からの資源輸送について、その航路護衛兵力が不足していることに気がついた。そのため、長大な航続距離を持つ占い守るが高い防艦を新規護衛艦の原型とすることに決定し、 昭和16年度戦時建造計画において30隻の建造が計画された。エトルフ型の基本設計は1941年10月10日に決定され建造が開始された。うち1942年2月14日の解剖艦オツ型の設計完了により16隻が解剖艦オツ型として建造されることになり、 さらにそのうち1943年7月5日の解剖艦改めおつ型の設計完了により発石が解剖艦改めおつ型として建造されることになる。占い守る型をわずかに簡易化しただけのものであり、戦時に必要である設計の簡素化、工期の短縮はほとんど行われなかった。占い守る型との相違点は、爆雷搭載数の増加、火事及び、 艦主の簡理化、直線化、軍艦席でないことによる居住設備の簡略化などである。しかし、南方航路への投入が計画されていたにもかかわらず、暖房用の補助管は搭載されたままであった。後期は平均11ヶ月であった。本型の評価は、本来の目的であった、戦時急増が行えなかったことと、初期の設計では、対戦、対空兵装が不足していたことから、 必ずしも高いものではない。ありがとうございます。